どうも、ゆうさです。はい、行きましょう。プレイし始めて7日目でございますと。行こうか。行きましょうか。ここやね。ここ、塔行きたいと思います。近場で駐車場ないかな。ねえな。ここしかないね。近場の駐車場はない。こっから行く。アラームを鳴らして入る。余裕で行けると思うんですよね。結構余裕はあると思います。雑魚とかは即死系のやつだけが嫌。そういう系やつ以外は大丈夫と思いますけど、塔。これもいやらしい配置やね。宝箱いっぱいや。ヴァンパイア。なんか知ってんぞ、お前。オツ。いいね。もう今となってはもう楽勝レベルっす。癒しの杖もあるしね。心配はいらんな。はいよ。OK。よし、OK。テント。あ、入り口でセーブしてきてないけど、まあまあいいか。もうこれ以上持つことはできない。ちょっと待って。まだまだこれ。うわー、しまった。撃ってきたらよかったな、これ。もう撃ってきたらよかったっすね、これ。いや、これなんかね、もうめっちゃいっぱいありそうやね。ここ。うわ、イージスの盾やって。ちょっと待って。いきなり熱いの来てるやん。一回、売りに帰っていいかな、これ。ダイヤシールドもいらんでしょ、これ。いきなりイージスの盾て、これ。いや、もう絶対困るのはもう間違いないもん。うわー、もう剣来たわ。シャープソード。何それ。ちょっと待って、ディフェンダー取ったとこやのに。ウェポン51、命中率114。シャープソードとかもうやめてよ。次々来るわ。どっちが上やね。ディフェンダーの方が上かな。ディフェンダーの上やんの。まだ一回やし、俺一回変えんで、ほんま。それ魔法も覚えさせたいしや。ちょっと待って。待って。帰る。もう帰る。帰りたい。全力で魔法ぶち込んでいって帰ろう。ポイゾナ。レベル8まであるんや。レベル8どこ売ってるんやろね。もう、手に入る系かな。エウレカの奥にしかないんじゃないの。やつ、えい。天空人のところって店あったっけ。なかったような。いきなりでもちょっと、いきなりもう装備がバスバスと出ましたね。本日の予定は、ティアマットをもう倒すのはもう最低条件ですね。その先ちょっとぐらい行きたいかな。アダマンタイトも取りたいですね。もうぼちぼち出てきてもいいと思うのよ。それでおそらく剣やから勇者最強装備ってことになると思うんですよね、多分。そこら辺まで行きたいな。もうぼちぼち見つかってもいいと思うな、アダマンタイト。
うわ、ほら防具やろ。いやもう絶対売りに帰った方がいいっすよこれ。いやもう金もったなすぎるわ。もうえっか、金なんかなんぼでも手に入るし、もう捨てようか。あ、リボンはあかん。死ね。捨てた。癒しの兜とな。癒しの兜やって。いやもうガンガン来るやん。いや絶対これやんな。癒しつけるべきでしょう。おる？は？おる？機械や。こいつやん、ロボットって。お、あなた方ご主人様ですか？違うし。なんやね。操縦すんのか。いや、あるやん、アンプみたいなのが。何もないわけはないやん。あるもん。絶対。何もないっていうのは嘘やもん。あるんだから。何もないっていうのはもう絶対に嘘なんだから。ご主人様ですかとかもわけわかんないこと言うとるんですよ。巨神兵が。あん？この塔にもロボットいっぱいおるってことか。ちょ、一回帰っていい？一回帰る。おっしゃ。一回帰る。え、取り忘れてる？え、宝箱？マジ？うわ、めんどくせえ。あの、奥のやつか。右上のやつか。あざす。可能性としてはあれしかないな。ま、中央右上。いや、取っとかなね。もうぼちぼち、ええのいっぱい入ってるもんね、これ。ただの金とかただのポーションもたまに置いとかれるんですけどね。雑魚もなかなか強いけど、言っちゃ悪いけど、よっぽどその手前の洞窟とかの方がきついっすよね。あの状態異常。状態異常っていうか、まあ、即死やわね。即死とかやられん限りは基本もう大丈夫やね。基本。いやまあ、いずれまたそういうやつと出会う、勝ち合うと思うんやけど、結局この殴り合いだけの勝負になったらやっぱ非常にやりやすいですね。アレチのレベルアップ。これやな。3400ギルね。 OK、 いらんけどね。まあ、いらんけどもうとこ。一回帰るから。どうしようかな。勇者レベル上がらんかな。上がったら多分魔法使えるあれ増えていくんやと思うんよね。回数。白と同じような感じで。ナイトやから多分ね、白が使えるようになるんじゃない、なってるんじゃないかなと思うので、あれ黒じゃないと思うので、何使えたら便利かね。よっしゃあ、ナイス、とどめだ。オッケー。はい、皆さんありがとうございます。あれ、こっちか。ちょ、一回帰る。ほんまにそのまま。いや、宝箱、ちょっと待って、チラッと上だけ見に行っていい？もしかしたら上も同じパターンで宝箱回収場所かもしれない。同じパターンの可能性があるから、それやったら宝箱ある程度回収してから帰った方がいいとも言える。サンガー、オラ。結構ね、変えると思って無駄に魔法打ちまくってっから、
よし、剣とかももう全部売ろうや。よし、ジャッキーレベラー、あかん、めちゃめちゃ生きにくい。ええか、テレポあるからええか、行くか、突っ込むか。よう考えたらテレポ持ちですわ。よし、魔法全部使い切るまでは突っ込むことに決めた。よっしゃー、炎ね。うわ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 、ちょっと待って、ジャキーとその子がめちゃくちゃ軽減されてる。これあれかな、リボンか、リボンかな。え、鬼の軽減率ですけど。魔導士の杖間違った。え、何今の。そうやろな、でも多分そうとしか考えられんな。それ以外で共通装備なんかあったっけ。すごい、これはちょっと楽になってる、かなり楽になってきたな。リボンもう一個欲しいぜ。アレチノにも装備させたい。かわいいの頼む。おる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 、ロボットおるわ。そう、ダテレポ変えれるしね。とりあえずある程度進んでみるか。ほら、めちゃくちゃ軽減されてるんですけど。うわ、全然怖くなくなってるこれ。へい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 、いいねいいね。プラス癒し、癒しの兜もあるけど、まあいいか。勇者は普通に攻撃行った方がいいもんね。食らわないんだよ、食らわないんだよ、もう。おっしゃー。いや FF1 楽しすぎるわね、ほんま。ちょっとだいぶ楽しいっすわ。なんかなめてたわ。あそこの階段は上階への道やから、先に扉入っといた方がいいよね、やっぱ。スイナイス、はい。もう街はないやん。新世界みたいなところに行くとも思えないんですよ。ちょっと気になることがあるな。言わない言わないけど、後で静かに確かめに行くから。少しだけ気になることがありますね。もう街はないとすればっていう。よし、これ一回ステータス見ていい？分からんのか、この状態だと。ああ、うん、そやねんね、やっぱりな。予想がもし合ってればちょっと行かなあかんところがある。怪しい、あからさまにいかついもん置いてあるやん、これ。トールハンマー、トールちゃん、トールハンマー、これどうなんですかね。ウェポン52、これどうなんですかね。まずまずハンマーはソノちゃんとか無理でしたっけね。いける、じゃあ言っといて、じゃあ言っといて、ソノちゃん最強装備かな。金、金がもうすんごい。魔法使いたい、行こうか、打ち込むか。トールさんのハンマー、毒にさえならなければ
どうということはね、癒しの杖で行く。あれ、知能が若干やばいけど、やっぱ魔法というか、あの炎ですね、ジャッキーとその子が軽減がすごいされてるんで、ちょっとそのちゃんで殴らせたいのよ。トールハンマーの威力どうだ。効いてる85、すげえ、やるやん、トールハンマー、すげえ、えい、ナイス。でも完璧でしょ、バランスがもう良すぎるわ。パーティーのコテージ7600ギル、サンブレード、おいおいおい、もう次々とちょっとやめて、もうほんまに、うわ、もう目がチカチカするわ、チカチカゴーゴー。あー、こっちやな、サンブレードやな、サンブレード来ちゃった。これ最強武器か、いやそうでもないか。ドラゴンメイル、ドラゴンメイル、いやもうどんどん来る、ほら、ドラゴンメイル、まあ、ドラゴンメイルはジャキーでもええやんっていうこともある、そういう説も、ジャキーに着させてあげたいという説もある。さらに降りるか、降りると上がるのか、ジャキー似合うやろね。ブルリーっていう名前にならなあかん。解明も視野に入れて、ブルスリーっていう。あー、毒、こいつも毒持っとんのか。あんまりこのトラが毒持ってるってイメージないですけどね。えい、ナイス。つえ、ジャキーがつえ。ぼちぼちと、ぼちぼちと MP が減ってまいりましたよ。どうもーす、どうもーす。あのトールハンマーは手に入れたものの、やっぱり基本ソノちゃんは癒しの杖かなと思いますね。 OK、 よし。私たちの仲間の一体暴走、西の彼方に飛び去ってしまった。あいつワープキューブ持ってる。あいつ言うて持てる。いやもう取ってきたわ。先こっち来るんやったんか。じゃあまあ来れたもんね、全然。先に来る。うーわもうこれそうやもん、だってもうそうやん、これ。違う、もうそうやねん、もう降りていいかな、ブルードラゴン。いやもうそうやんか、ここで使うんやんか、完全に。ワープキューブ使って浮遊城へワープするです。いった。うーわ、未来、宇宙ですよこれ、言っときますけど。うわ、敵おるわ、敵おんのかい。そうか、今はティアマットが占領しとる状態やからおるんや。そっか、ちゃうねんちゃうねん、一回帰ってもええと思ってんねん。帰る。もう次で帰ります。これ倒したら帰る。これ倒して、下のなんか箱を見たら帰る。もうそこで帰ろう。いろいろやらなあかんことあんねん。確かめたいこともあるし。いや、一個ね、ここ入ったことで確かめたいことが、レイズサーベル。レイズ言うてもてるな。
54。レイズ言うてもてるからな。ということは使ったらレイズかかるとかそういうことなのかな。そんなもんある？それともアンデッドに特攻とか。まあサンブレードでいいでしょう。良さげなものがむちゃくちゃありますね。イビルアイ顔怖っ。すんな。よし、オッケー。オッケー、わかった。一回帰ります。ダテレポオン。ちょっと待ってね、やることがいっ�ぱいあるからね。まずは魔法の習得、白魔法の習得を。いらんちゃいらんけどな。お前やれたらやりたい、使う機会あるかなっていう感じもしますけど、ケアルが今一回使えたぐらいで何になるのということはあんねんけど。まあでもまあまあまあ、でもちょっと買っときたいやん今の。ほら一応2回ずつレベル3までの魔法やったらいけるんやですわ。いけるんすわ。ちょ、まずは装備品を売ります。ちょっともう邪魔なので、いらないものを全部売っ払ってしまいまして。いや癒しの兜もあるかもね。ただそんなもん使ってられへんからね。勇者で使うなんてありえないじゃないですか。アレイズとかってないんかな。回復したいっすよね。ケアルガガディア、うん、ありそうやねんな。いやこのさ天空人のところにあるんじゃないかなって。魔法レベル8、さっき思ったよね。っていうのが天空城にあると思ってたんですよね俺は。天空城にあると当たりつけてたんやけど、どうも天空城はただのダンジョンやったのよ。ダイヤアーマーたっけえな。お天空城はただのダンジョンやったということを考えると、ガントレット打っていいかな。いらんもん、いらん。よし、武器も売る。最後の町がおそらくあの町やねん。もう売ってんのあこしかないねんって話やねんな。なんか家入れたんじゃないかなと思って、ちゃんと見てなかったから。力の杖も売ろうか。というレイズサーベル高えな。おいサンブレード安いな。レイズサーベルごっつ高い。レイズできるからか。いやこうなるとレイズできるからの可能性がすごい視野に入ってくんぞこれ。レイズできんのちゃうマジで。魔術の杖と魔導士の杖って違ったんや。しまった、魔導士の杖持ったままや。あいつ、ちょ待って、なんなんこれ。どれが一番強いとか全然分かりにくすぎへんこれ。なんやのこれ。魔導士の杖と、アレチノは絶対魔導士の杖の方がいいって話になる。サンブレード、いやもうどうせ伝説の幻の伝説のなんや、もう幻のなんや、もう伝説のやつが来るからもうええがな。それ待ちでええと思うけどな。魔法屋さんがないかな。こっち側はなかったと思うな。ちょっと待ってね、魔法屋をね探したい。結構街が複雑やからうっとしいんですよこれ。こういうところに置いときおるからね。ここはあったはず、一個あったあった。ちょっと待ってね、今の魔法を見て、ほらレベル8が一個いけるんすよ。いけるようになってるから、これはね覚えとくべきなんよね。行くなら、ここでも8じゃなかったと思うな。
ハチあるわ。あった。よし、バオル、デスペル。そうやさ、ここか。ホーリー買う。バオル、デスペル。デスペル。バオルはあんま効果知らんねんけど、デスペルは向こうヘイストとかしてきることあるからな。買ってもいいかな。でも、ホーリーが一番いらんかったかもしれん。よく考えたら。ストップ、デジョン、キル。ストップ、デジョン、キル。どれもいらんけど、使ってみたいっていう意味でちょっとストップ。キルとかめっちゃ使ってみたいけど、キルはデス全体とかの可能性があるか。買うか。デジョン。デジョン。もうデジョン。どっちや。全部買ってもいいけどさ。一枠残しときたいんですよ、一枠。一枠残しとかないと。っていうか、思ってたのと違ったな。予想とはちょっと違いましたが、まあいいや。ちょっと待ってね。ちょっとやりたいことやらせてください。ちょっと待ってね。もう一回だけ確かめに行かして。この辺ちょっと後悔したくないから、よし、やってみよう。ホーリーを、ホーリー全体っすわ。ホーリー全体やわ。デジョン。デジョンも全体や。いけ！最強魔法。効果がなかった、効果がなかった、効果がなかった。はい、終わり。はい、6万円返してほしい。ホーリー。まあ、なんでゾンビの方にあんまり効かんとトロールの方に効くのか。まあ、いいけどね。ケアルジャ的なさ、やつを期待してんねんけど、実は。ホーリーも一撃で終わりやからね。とりあえず今は一発しか打てないですから。いや、なるべくほら全体やと、全体魔法はまあ嬉しいじゃないですか。キルにしたらよかったかな。全体魔法が欲しいのよ。とにかくその楽に攻略していくためには、超複数敵に対して一気にこう火力出せるような魔法があると、もう超便利なんですね。本当に道中が全然違うんですよ。その回数がなるべく多い方がいいんですね。だからレベル8でも絶対あるやろ、攻撃魔法があるやろと踏んだんですけど、デジョン微妙やな。キルにした方が良かったかな。あとここも魔法売ってると俺は踏んでるんですけど、はい、いいか。魔法を売ってなかった街がないんですよね。で、絶対魔法は4つあるんですね、レベルごとに。とすればここは売っててもいい、入れたんちゃうかなと。こういうところ、何にもね。うわ、今のとこやと思ってんけどな。ないか。こいつら一番魔法持ってそうやけどね。ちょっと抜いてよ、もう。ないか。我々の下ネタのやつしかおらんすね。こっちか。こっち行ってみるか。そこなんか不自然に空いてあるな。ここなんか不自然に空いてある。よくあるパターンのやつか。違うか。不自然に空いてあるな。わ、怖え。わあ。
あーほら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 レベル8やと思うよ。ほらほら、よし当たってた。絶対こういうことしてくるもんな。4つ目隠してると思ってた。フレアーや。オッケー、いけた。まだあるんじゃ、武器屋とかもある可能性なんで、これ、まあ、武器ダイヤの腕輪が打ってある可能性があるで。おい武器隠し、唐突に出たな。ちょっと待って調べよう。武器隠しとんじゃやろな、おら。これ武器屋もあるよ、これ武器防具。そうやってこの文明を持っとるんやから。下から行けたりとかねえな。あっちやね。じゃあもっと右行ってみようか。境目が全く分からへんぞ。境目がもっと右ちゃう。ここある。あれループしてるわ。ループしとるわ。ないかないか。もうええわ、もういいや。まあいいや。よし次、白魔法を買いに行きたい。一応レベル3まで持てるから、KR ラーまで持てるのかな。よし行こう。ああそうか、白魔法って、いや勝手に白魔法やと思ってるけど白魔法じゃないかもしれん。いやでも白魔法でしょ多分。勝手に今白魔法ってもう頭思ってたんですけど、あの勇者に覚えさせる魔法ね。これ黒やったら、いやあんなことはないな。でもちょっと待って、よく考えたらさ、うわめちゃくちゃ気になること今ちょっと思い出したんやけど、うわごっつ気になること思い出した。最初の職業赤魔道士とかおったやん、シーフとか。あれはどうなんのよ。あれ誰にな、何になったんやろ。めっちゃ気になるな。シーフは何になってたんやろ。模範囚？模範囚になってたんかな。あと赤魔道士もいたでしょ。赤魔道士は多分ジュリーになってたんかな、あの感じ。シーフは多分もう捕まってると思うんですよね、あの時点では。あ、ちょっと教えて、そうですね、ちょっとネタバレですけど、まあもう関係ないですもんね。ちょっとどなたか知ってる方いたら教えてください。シーフと赤魔道士がいたよね。模範囚、かな。その二人やったよな。他はなかったよな。他の職業なかったっすよね。召喚とかはないし。なんかあったかな。忍者です。忍者なんておったっけ。あ、シーフが忍者ってこと。あーなるほど。シーフの、上級職が忍者なんや。全然違うやん。一からやり直してるやん職業。全然違うやん。関係ないやん。苦労しとったよね多分。もう異業種転職ですね。苦労させられるわ。振り回されとるねシーフは、バハムートに。異業種すぎやしませんか。白いくよ。バサンダ
インビジいらんけどこんなもん。ブラナいらんのばっかやん、これもうゴミばっかやん。インビジとかも適当に。ゴミばっかやこんな。ケアル、ケアル、とりあえずケアルや。ケアルで、ケアルとケアルラ、アディアとかもいらんし、こっち飛んで、ここ久しぶりに帰ってきたな、初期村ね、初期村さんね、猫の初期村さん。赤魔術師が赤魔道士、もうほとんど変わってない。そっか、黒魔術師、黒魔術師が黒魔道士になってんのか今。わかりにくいな、ほんま。わかりにくい。名前しやがって、ブリンク。ブリンクは多分回避率アップやと思います。自身の。わかりにくい名前しとんね、もう。フォワードが、スモールフォワードぐらいやね。ミッドフィールダーって言ってたやつが、なんかボランチみたいなことですよね。息って言っただけ。これは無理やんな。覚えられっかな、バコールド。やっぱ覚えられへんねや。やっぱ4はもう完全に覚えられへんわ。3までや。オッケーオッケー。あー、しまった。ここもういつも腹立つ。ここ誰か切り開けや、気を。全然工事が進んでないっすよ、行政の方で。行きづらい、行きづらい、ほんまに。ここに橋かけるか。これ KRR でしょ。あと、バファイ、バファイ、バファイ。バファイはまあ、いらんけど、いらんけど、一応買っときましょうか。あと、ヒール。ヒール覚えられへんねや。なんなん？覚えられへんもんも、依然結構あるね。フォワードが、アジアの大砲。大砲ですね、だから。大砲ですね。大砲オブアジアです。